しちゃった。七並べ当たりました。ありがとう、やったね。今日は一段と漏れてますね。本当ですか。今日はメイクをしているので漏れてますね。やっほー、ビルマさんありがとう。可愛すぎんか、好きだ。本当、イエーイ。タクゾさん、一斉さん、ブーさんありがとうございます。うん、ただいまです。充電じゃない、お代理あの暗かった時のコメント見えてますよ。デコ村美月さん、握手会で見たいんですが。ねえ、握手会でね。そのメイクの仕方教えてほしい。うそ、まつげがほぼですね。あと今日暗めのチークつけた。いおりさん、大好きちゃん、ありがとう。落ちちゃった。やっほー。庄司さんありがとうございます。パスポート持ってない私。今日、俺今日紫のシャカシャカ買った。え、ほんと？一緒。イエーイ。今日レッスンだったけど。コメント見えて。最近みつきちゃん愛が溢れ出しちゃってる。本当ですか。うん、リサイズハートさんありがとう。色っぽい。本当、おやすみちゃん、早っ。早いね風ちゃんにチュッチュした、チュッチュした。みちゅになっていいですか、いいでちゅか、ぜひぜひ。ありがとうございます。ぜひフォローをよろしくお願いします。今日目でかい、なんかね。んなんでこんなに目がでかいんだろう。なんか目がでかい。今日の月赤いんですか。のんちゃん見て抜いたいって嬉しい。のんちゃん始めてないですよ。なんかすごい、これさ水っぽかったのにさ、あ色ついた。でもそんなになんかプルプルしないっていうか、なんていうの、マットっていうかサラサラって感じ。福岡の撮影タイムでチュッチュしてる。 OK OK。いつも目が細いの。うん。うん。まつげクリンってしてます。あ、あれかな、アイシャドウピンクからかな今日。見た目はプルプル。確かに。こんにゃくゼリー。こんにゃくゼリーに見える。
顔小さくなった。え、顔小さくなったかな。本当に言われ、なんか最近よく言っていただける。スカパラダさん、こじこじさん、ありがとうございます。チェリアさん、ありがとう。彼女感ある初鳥さん、本当ですか。カノンも目が出たかった。本当、なんでだろうね。痩せたかな。今日のまつげ好き、ありがとう。シュッとした。ココちゃんも目がでかかった。なんで、なんでだろうね。ついたのかな、ショールームに目がでかくなる機能みたいな。めっちゃでかい。なんで？でもよくあるんですよね。たまになんかさ、あのスノーとかさ、あの B612 とか目でかくできるじゃないですか。でかめ機能ついてて、自分つけてないんですよいつも。なんかたまにこうやって自撮りしようとしたら、あれ今日目がでかいってなって、なんかあのああいうね、携帯のね、アプリはね、アプリ、写真アプリはね、なんかたまにねついてる時があるんですよ。なんかつけられてる時があって、なんかだから、あ、また今日ついてるのかなって思ったら、ついてなくて、あ、ただ単に自分の目がでかいんだってなる時がある。光の関係か、光の関係か。上目遣いにしたらもっと目が大きくなる。本当？うん、嘘だ。そう、騙されないように気をつけます。あは、でもね 100% とかね、 0% から 100% までビューってできるからね。違う違う、そうそう、あ、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。どうやってない、どうやってないです、ごめんなさい。そんなつもり、日本語は難しい。はーい、うん、あー確かに今日よく寝たからね。けんちゃん、ありがとうございます。まま、怒ってない、上目遣いはどうですかって言われたので、ちょっとやってみました。たぬきの大勢さん、ありがとうございます。何度でした。上村さんと下村さん、確かに。上目遣いがこっちか、あ、下目遣いがこっちか。あなたはレフ版ですかって、面白い。今日はねテレビ見れてないんですよ、さっき帰ってきたんです。喜怒哀楽、
韓国メロ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 。映画見たよ、グレイテストショーマン。上目遣いにすると目より下が小さく映るので相対的に目が大きく映る。じゃあそうしよう、ずっとそうしよう。喜怒哀楽の楽が好きだったんだ。拾い食いした？してないよ。でも食べたいね。メロメロのピ、ピじゃない、ミ。なんでピって言ったんだろう。みんな楽の顔が好きなのね。キ、どんな顔になってるかわかんない。こんばんは、シャン君ありがとう。どう唇、くしゃみ止まらないんだけど噂した？ちょっとね、ちょっと。今日の道モデルさんに見える、ほんと？今日のムバメめっちゃ笑った。本当ですか？いやー、笑顔にできてよかった。かわいいじゃん、だって。ありがとうございます。知ってる？ビルマさんありがとう。知ってる、知ってるって違うよ。可愛いじゃんに知ってるって言ってないですよ、ごめんなさい。そう、なんかエイジさんありがとうございます。ユースさんありがとうございます。なんかね、最近千穂ちゃんがね、なんかポって言ってるらしいんですよ。ポッポって、家のなんか2個目みたいな、ポって言ってるらしいから、自分もなんか考えてって言ったんですよ、千穂ちゃんに。そう、千穂ちゃんに考えてって言って、千穂ちゃんがポじゃけん、ふーちゃんも一緒におってから、ふーちゃんはパーで、わしはピーって。初めて聞いた、嘘。ショールームでよく言ってるらしい。なんか地方に最近ポって言ってるのって言ってたから、ポってどういう時に使うんって言ったら、なんかショールームをこうやって見ながらコメント読んで、うんーポッ、うんーポッポッって言ってるのって言ってたけど、なんかね、会話の途中にもね、なんかふーちゃんがね、ふーちゃんと話してる時に、千穂ちゃんがポッて言ってる時に、ん？千穂ちゃんがふーちゃんとの会話の中でね、ポッて言ってるらしいけど、なんかふーちゃんはね全く気づいてなくて、千穂最近言ってるじゃんって言ったら、ふーちゃんが、え、知らない知らない、聞いたことないよって言って、でも千穂が、あのなんちゃらなんちゃらっていう話をした時にって言ったら、あー、あそこねって言ってたよ。そう、なんかポはあんまりね、ふーちゃんの記憶に残ってなかったらしいんですけど、そう、千穂ちゃんが最近ポって言ってるから、ふーちゃんがパで自分がピって言おうかなっていうね話を昨日しよったんや。そう、そしたらさっき、そう、ピッていう話をねしようってね、んピッて言おうっていう話をしよったけん、
ミッて落としたらピッて言っちゃった。そう、ん、自分もピーが流行ればいいな。家ぐらいさ、あのピーが、私がずっとピーって言ってたらさ、ピーが流行ってさ、七並べのさあれになるかな、シュタンプでさピーって出るかな、一文字シュールピーみたいな。初見です、ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。ふーちゃんはパナの、そう、ふーちゃんはパって言うらしいけど、多分ふーちゃんその会話覚えてないっけ、多分言わんと思うけど、そう、そう、頭にピーが残ってた。そう、まあ私も言わんけどね、ピーはそう、どういう時に使えばいいんだ、なんか、そう、メンバーと当たったらさ、なんかピピピッと来たみたいな、ピピピってピオさんから伝えがいいんじゃない、使ったらピのラインスタンプ希望します。嘘、メンバー全員分のピを集めたピスタンプ作ろうかな。はい、スタッチから皆さんに会いにやってきました。ナイスみちゅーっていう話をねしてたの。そう、うん、千穂ちゃんはポって言ってるらしい。福岡でやろう、でもなんかファはって言われて、一回ファって言ったらって言って、でなんか私はよくさカラオケ配信、いやよくじゃないわ、よく歌ってるから、なんか毎回毎回ドレミファソラシドをやればって言われて、千穂ちゃんに。そう、ナイストゥーミチュー、ナイストゥーミチュー、そうみたいな。で絶対音感ないけ分からんし、そう、今日はどの日だねみたいな、どーみたいなってやったらって言われました。そう、福岡のお昼公演はどーで、ナイストゥーミーチュー、レーみたいな。そう、夜公演はレーって、毎回毎回変えていけばいいじゃんって、ドレミファソラシド。一文字限定、いや違うんですよ、千穂ちゃんがあの作ってくれたの。ピの方がいい、今日ピの食べた、あのねフロマージュ味ってやつを食べたんです。こんばんは、うん、わテンションが高い時は高い度ですね。とナイスと、あ、いいかも。しばっちさん、くま、ありがとうございます。くま、ちほちゃん適当なこと言いすぎ、確かに。ピッ、今日誕生日、あ、そうなんですか、めでたいやつお願いします。めでたくいきましょう。エイジさんお誕生日おめでとうよ、よいしょ、エイジさんおめでとう、イエイ、おめでとうございます。前歯大きいって言われた、そうなんですよね。
うわすごい色唇かっこいい。金木犀って何？え？秋の花です。おでんの具はね、こんにゃくとね、大根が好きです。でもあれも好き、卵じゃないや、あのなんか餅巾着だ。ムノズさんありがとうございます。ね、金木犀の匂い最高ですよね。はじめまして、初見です。鹿児島住みの23歳です。趣味はバイクに乗ること。すごい、いろいろ教えてくれてありがとう。銀杏の匂いは好きじゃないね。ピンクが好きだから語尾にピをつけるの。確かに、ピ語尾にピはつけてないよ。つけてみようかな。最近好きです、ありがとう。ピッ、最近、うん、好きピッ、あー好きピッってあるね。初見です、ありがとう。ピッ、ぜひフォローよろしくお願いする。ピッ、あざとい、あざといか、読みよう。アイドル金木犀の匂い好きな人多いな。そうなの？じゃあつけた方がいいじゃん。ピッつけるとめちゃめちゃ頭良さそうに見える。嘘つけ、絶対嘘じゃないかい。ももさんありがとう。ね、トリッピーみたい。俺も名前にピーつけてみた。確か本当だ、イオリピ。うん、秀才は語尾がピらしい。そうなんですか。へえ。唇プルプルに見えるね。ナイスでーみちゃん、ありがとうございます。広島県出身、18歳だ。広島県出身、18歳って言ってますっけ。私17歳って言ってる気がする。最近どっちかは皆さんに会いにやってきました。ナイスでーじゃん。はい、広島県出身、18歳、17歳の、名前は気にしないでください。初見です。フォローもよろしくお願いします。最近年齢言ってるっけ。はい、ストーチから皆さんにやってきました。ナイスチューイチュー、ありがとうございます。広島県出身、今村美月です。そうやって言ってるか。18歳だよ。
ャリコン配信で18